はい、どうもどうも、2ヶ月ぶりですよ。はい、12月はお休みしてましたんで、はい、今年初めてのやってらんねえぜということで、はい、ラインナップをお願いいたします。はい、本日は4つあります。はい、1つ目、重大発表。2つ目、新小岩新店舗情報。はい、3つ目、小松通り情報。はい、4つ目、南葛 SC 情報です。そうですね、はい、サクサクいきましょう。はい、タイトルコールをお願いします。はい、あ、待って、はい、シュワーッマッキー忘れてた。次世代ラジオシモッチのやってらんねーぜミリオンスロット。何それ。ヘイドゥ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 。はい、はい、じゃあ1つ目、はい、重大発表です。そうですね、はい、これなかなか面白い発表だと思いますよ。はい、はい、まず1つ目はですね、はい、2月の10日、うん、土曜日、はいはい、この日って土日月と3連休がある時ですね。その2月10日夜10時より、はい、日曜日の夜10時まで、はい、なんと24時間チェアーズ営業いたします。24時間営業ということですね。はい、これはね、うん、コロナ前は毎年やってたんですけど、うんうんうん、コロナがあってできなくなり、うん、はい、また今年、うん、4年ぶりに24時間営業をやってみようと。おー、はい、はい、もう今年で終わりにしたい。4年ぶりですからね、すごいね、はい、結構できんのかな。4年ぶり体力的にということでやりますんで、はい、まあ本当ずっと土曜日夜10時から日曜の夜10時までずっと空いてますんで、いつ来ても何回来てもよろしいので、皆さんこのチャンスをぜひ行ってみようかなっていう人は来ていただきたいと。そうですよね、あの 朝からねウイスキーをこう飲む人たちいるからね、背徳感、はい、すごいですよ。さらに、はい、大体ですけど、はい、その日の日曜日の、うん、あの夜、まあ、6時7時あたりに、はい、まあ、7時8時、まあ、この時間あたりに、あの菅さんと2匹のおっさんをここで皆さんと共に公開収録もいたしますと。ほほ、もう一番僕がボロボロになっている時間帯にあえて収録しようじゃないか。そこもあの公開収録なので皆さん、はい、一緒に楽しんでもらえたらと思います。はい、そして、はい、続きましての重大発表なんですけど、はい、あの12月に、うん、あの水辺公園で、はい、新小岩リバーフロントフェスタやったと思いますけど、ライブもやりましたけど、はい、そこのイベンターさんが、うん、今年あの上野公園で、うん、6月の27、28、29、30日4日間、はい、上野公園にて下町ハイボールフェスをやるんですね。うーん、はいはいはい、これね去年初めて開催されて、うん、去年は3日間だったんですけど、はいはい、なんと10万人ぐらい来たんですよ。はい、どでかいフェスがあるわけですよ。へえ、今年2回目なんですけど、はい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 、なんと、うん、その下町ハイボールフェスのテーマソングを、はい、オファーされました。すごい。はい、2曲作ってくれと。どうしたもんだ。はい、なので、この下町ハイボールフェスのテーマソングを2曲作りますと、はい、うん、そしてそこでフェスでコインランドリーとしてライブも行いますと、うん、おー、すごい、すごいね、広がるね、広がるし、すごい根性を持ってるね。そのなんつうの、心臓に毛が生えたような。せっかくだからやってみようかなと思って。いや、せっかくだからっていう感じでもないですよ。そのついでとはなんですけども、はい、その4日間、うん、チェアーズも出店しようかなと思ってます。お
なので4日間ね、そこでハイボールフェスで4日間チェアーズが出店し、うん、お酒いっぱい作りながらライブをするみたいな。これはもうね、すごい、ちょっと一大プロジェクトなので、そうです ね, ね、あのぜひボランティアで一緒にやって、うん、くれる方募集してます。あのほら週末はいいんですよ、はい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 、4日間だと木金って平日重なるじゃないですか、うん、そうですね、そうでしょ、うんうんうん、そうなるとさ一人で何万人も抱えきれないです。そうですね、確かに多分楽しいと思うんで、うん、ちょっと私もお手伝いしたいわっていう方はぜひお声かけてください。はい、お願いします。ギャラ飲みぐらいありますから、その日も一日中あのただでうちの酒、うん、その、うん、働きながら飲んでもらって構わない。ベロベロになっちゃうかもしれない。ベロベロになりながらね、ってのもいいんじゃないかと。まあ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 、ハイボールフェスですから、うん、あ、 あとね、うん、そのテーマソングなんですけど、はいはいはい、一応その下町ハイボールは、うん、J-WAVE も絡んでるんでJ-WAVE でも流れると思うので、あ、参ったな。ぜひ、まだね、あのもう曲が作詞、はい、作曲終わったので、はいはいはい、これからちゃんと編曲に入れて、うん、音楽しっかり作って、うん、でボーカルのレコーディングを3月の中旬ぐらいに行って、はいはいはい、で曲自体は4月ぐらいに完成するので、はい、それもまたお披露目したいと思いますし、はい、それまでの過程をね、奇跡をね、うん、ちょいちょいこの動画でも出していきたいなと思っております。はい、ということで、はい、重大発表のつもりでした。すごいです。ありがとうございます。はい、続きまして、はい、新恋は新店舗情報です。こっからが本番ですよ。こっからが本番ですから、いやいや、すごかったよ、重大発表。何気にね、面白かったでしょ、はい、すごかった、すごかった。さあ、はい、新店舗情報、はい、1つ目は、はい、本日は6店舗あります。そうですね、1つ目、中華そばくにちゃん。そうですね、はい、こちらはあの老舗のジャンカレーの跡地にできましたね、はい、うん、1月19日にもうオープンしておりますと、はい、中野のくにちゃんラーメンから誕生していますね、うん、これはね、ご飯無料ですよ。おお、あ、そうなんですね。そうそう、あの品そばのはしごの隣ですよね。はい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 、はい、僕行ってきたんですけど、うん、あのチャーシュー美味しかったっすね。で中華そばって聞いてたんで、結構ちょっと醤油ベースなのかなと思いきや、はい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 、そうでもなく割と塩味がベースの感じがしましたけどね。あ、そうなんですね。麺もね、うん、なんでしょう、細麺の平打ちっぽい、うんうん、うどんっぽい食感というか、じゃあ癖になりそうな感じですね、好きな人はね。好きな人はね、うんうんうん、っていうような中華そばくにちゃんができましたね、はい、あの絵を見るとすごい絶対食べたいって感じの絵でしたけど。そうだよね、うん、あのね、大盛り頼んだんですよ。初めて行ったのに大盛り頼むんですか。特上大盛り頼んだらこんなでかいの器がびっくりした。そうなんだ、うん、ね、ぜひ皆さんも気をつけてもらいたいです。大盛りね、大盛りだから一人大食い選手権をしてきました。よく食べれましたね。食べた、頑張って食べましたけど、ね、ということで、はい、2店舗目、はい、タコとハイボール。そうですね、はい、ルミエール商店街の中にできましたね、うん、はいはい、場所でいうと、うん、回転寿司三崎があった跡地、はい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 、はい、一番最初に出てくるファミリーマートのすぐ向かい側ですね。向かい側か、はい、はいはいはい、これはあの2月1日11時よりオープン、はい、焼きたてふわとろたこ焼きとハイボールのお店ということですね、うん、はい、まあ、看板メニューはね、たこ焼きとハイボールなんですけど、はい、メニュー見ると、うん、その焼きそばですとかチンギスカンですとか、はいはい、っていうのもありましたね。うーん、まあサイドメニューもいろいろあるでしょうし、はい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 、でフランチャイズなんですね、北海道から宮崎まで、うん、大体34店舗あるらしくて、うん、へー、新小岩はどうかはまだ分かんないですけど、はいはいはい、お店によっては、うん、自分たちでたこ焼きを焼きながら楽しめるタコパーシステムもあるらしい。新小岩はね、まだ行ってないんで、
あるかどうか分かんないですけど、はい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 、はい、あとはもう大体テイクアウトをやってるらしいので、ここもねテイクアウトしてますので一度覗いてみてはいかがでしょうかということですね。はい、続きまして、はい、極上プリン専門店平松。そうですね、プリン専門店ですよね。え、ね、話題になってましたよ。そうだね、はい、あのヤフーニュースとか、うん、12月のもう9日オープンしてますと、うん、はい、で石川県創業ですね、うんうんうん、濃厚でとろとろな生プリン専門店、はい、東京初出店ですよ。おお、あ、そうなんですね。そう、東京初出店って多いよね、新小岩。確かに多いよね、うん、なんでだろうね、うん、だいたい原宿か新小岩だよね東京初出店させるところって確かに ね、 ね、うんうん、まあ、営業時間が11時から18時まで、はい、やっぱその専門店と言われるだけあって、うん、はいはい、メニューも4種類、うん、お、絞った厳選された、うん、メニューなんでしょうね、はい、うんうん、スイート、ビター、チョコレート、クレームブリュレとありますので、まあここら辺に地図出てますからね、はいもう多分行っていらっしゃる方もいると思います、ね、全然いるでしょうから ね、 ね、あのぜひ僕も食べてみたいなと思います、うん、ね、感想も聞かせてほしいですね。そうですね、うん、続きまして、はい、新小岩青果店目。目って読むんだろうねね、読むんでしょうね、はいはい、平和橋通りの、はい、一本堂の跡地になりますね、うん、はいはいはい、食パン屋さんの、うん、ここに青果屋さんができたと。うーん、それ以外の情報がまるで入ってきておりませんので。あそこに青果店ができるのって珍しいですね。うん、そうだねなんか なかったですね。ないですもん ね、 ね、はい、うんうん、続きまして、はい、コーヒーレイク。そうですね、はい、こちらは12月8日オープン、はい、カフェですよね、きっとね、コーヒー屋さん、北口からね 500-600m 駅から北の方に、はい、平和橋通り沿いにあるみたいですね。写真見る限りでは小綺麗でちょっとのんびりできそうな、はいはいはい、可愛らしいお店みたいな感じですね。へー、はーい、こちら営業時間が月曜日から金曜日までが8時半から18時、うん、割と早いよね、8時半って ね、 うね、うんうんうん、で土曜日が朝8時半から夕方16時まで、うん、日曜日が定休日、はい、ということなのでお近くの方はぜひぜひ行ってもらいたいなと思います、はいはい、続きまして、はい、新緑祭。そうですね、はい、これはあの小松通り商店街の中にある有名ですよね、はいはい、緑祭っていうあの宇都津川さんがオーナーでやってるラーメン屋さんがあります、ね、うん、はいはいはい、そこが夜営業を始めまして、うん、はい、これが12月23日から営業されておりますと、うん、日本酒と国産ウイスキーのお店らしいですね。はい、メニューも、うん、サイドメニュー、おつまみメニューも結構ありますし。あ、そうなんですね。そう、やっぱり、ね、宇都津川さんがやるから、うんうん、あの日本、ね、和食の美味しいお店じゃないですか、はい、宇都津川だから、ね、このおつまみ一品一品も絶対美味しいと思う。うーん、ちなみに、はい、先日、うん、昼間の緑祭ラーメンを食べに、はい、ちょいちょい行くんですけど、うんうん、美味しかったですよ。さすがですね。あ、おつまみも食べれるんですか。うん、昼間はラーメン屋さんとして、はい、でもサイドにね、うん、あれなんだったっけかな、石垣台の丼みたいな、はい、400円でつけて食べたんですけど、はいはい、それもまた美味しくて、お魚ももちろん美味しいんですけど、うん、やっぱりねご飯が美味しい。そうなんだ。何この炊き方みたいな。うーん、これねやっぱラーメンも美味しいですけど、うん、ちょっとしたそういうご飯もの丼も、はい、お昼は美味しいですし、うん、サイドメニューとして、うんうん、夜はちゃんとしたおつまみと、はい、お酒もやってるんですけど、はい、営業時間が5時からラストオーダー21時、9時ですね、9時まで、はいはいはい、定休日が日曜日、月曜日、はい、第2、第4、火曜日、うん、それ以外はやってますと、うん、あとね、夜でも締めのラーメンも食べれますよと、うん、そうなんですか。混雑のし具合にもよるんでしょうけど、うん、これいいですよね。いいですね。締めでそのラーメンが食べられるの、うん、
すごい。夜行きたいですよ、僕も。うんうん。夜行けないですもんね。行けないんだ。ここあるから、ね。本当ですよ。日曜日定休だしね。あ、確かに。そうそうそう。新しい緑祭が見れる。そうね。うんうん、新小岩6店舗の、ね、はい、新店舗情報でしたね。はい、あの、知ってますか、あのチーズイン、知らない、何チーズ東京、チーズン東京ね、チーズン東京、あれあの移動車の販売だったじゃないですか、はい、お店構えてました。知ってるよ。え、知ってますよ。そうなんですか、はい、で、はい、そこ食べに行ったお客さんが、はいはい、うちにもいらしてくれて、はい、ぜひ、うん、食レポやってくれと、あそこ美味しいよと言われてるので、はい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 、一度本当にちゃんと食べに行きたいなと思っています。はいはいはい、あ、ご存知だったんですね。知ってますよ。あらららららら、チェということで、僕はもう全ての情報が、ね、入ってくる、はい、ということで、はい、新店舗情報でした。はい、さあ続きまして、はい、小松通り情報です。そうね、はい、これ今月も言わないといけないのかな。ね。ね。小松通りのランドマーク、お、鉄塔のちょっと豆知識ということで。何気にね、雰囲気に溶け込んでたので、ここには注目したことなかったんですよ。この鉄塔。一応鉄塔シンボル、小松通りの船堀タワーと言われてます、ね。あ、う、あ、ん、なるほど。ちょっとおかしいな感じになります。いや、びっくりした。ね、うん、電気が通ってるぞって話でしょ。ね、そう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 。小松通りも電気が通ってんだぞ。小松通りは通ってるでしょ。どう考えてもね、はい、さあ店舗見てみましょうか。で、詳しくはね、これを見ていただいた方が分かりやすい、うん、そうそうそう、ね、若葉さんもね、はいはいはい、出てます、ね、常備乗ってる感じになりましたね。確かに、はいはい、ちゃんぽんね、やっぱり好きで食べる方いらっしゃいますからね、うん、はい、おつまみもね、うんうんうん、美味しいですからね、ぜひ、はい、若葉皆さん行ってみてくださいね、うん、はい、あとは何か気になるところといえば、うん、ヒートショック対策やってるね。うん、ヒートショック対策まだやられてるんですか、うん、あれやってますよ。ゆっくりと脱ぐ、ね、ゆっくりと脱ぐ。そっか、そのおかげか今元気なのは。そう、なるほどですね。ヒートショック対策の機械がやっぱ8万円じゃないですか、はい、うん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 、8万円分の効果があるんですよ、うん、僕にも。そうですね、まあ、僕を信用できない人は買った方がいいと思います。ゆっくり脱ぐか装置をつけるかところで、ね、そっか、はい、あとはね、柴崎さんね、はい、まあ、この時期やっぱカキフライ、うん、美味しいですよ。はい、ね、菅さんが、うん、奇跡の菅さんがカキフライめちゃめちゃうまいっつってますからね。うん、多分サクッとろうなんでしょうね。そうですよね。そう、あとはそうね、三栄美術印刷の自動販売機、はい、緊張ソース売ってますね、うん、はい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 、これはね、若葉の皿うどんとかで使ってますけど ね、 ね、はいはい、これこの前に入ってたここの区画あるじゃないですか、うん、この区画の前何入ってたんですかって聞いたんですよ、再美術印刷、うん、あのコインランドリーの CD だって言ってました。あ、もう撤去され、撤去、入れ替えたのね。いや、緊張ソースであればそれは入れ替えてもいいと思います。でもまだ店頭には売ってるんでしょ。店頭でお店の中ではそう、ね、販売されてるからね、ぜひね。もうさ、自動販売機のあの CD がさ、はいはい、日差しで焼けちゃってさ薄くなってたからいいのよ。そういうのがあるんですね、うん、あるんですね。まだね、 CD200 枚ほど在庫があるので。あ、そっか、下町ハイボールフェスで売り切ってやろうと思ってるんですけど、もうなんとかして ね、うんうん、もう在庫が在庫が。もうぜひ、ね、そちらもね、頑張りましょう、はい、あとはバー油ね、はい、うんうん、金子屋食品のバー油 ね、 ね、この時期だとバー油ね、売ってくれますよね、うん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 、シミ小じわも効果的なんだね。そうだね、いいな。あとやっぱり宇野聖華さん、間に合わず。ね、間に合わないのよ、いつも、うん、だって今日が最終日なんだもん。特売日の ね、しょうがない、ね、来月ももちろんありますから。いや、本当に焼き芋食べてもらいたいですよ。そうだね、うん、あと吉田薬局、はい、ね、うん、大草胃腸さん
もたれ胸焼けムカつきに効きますよという、うんうん、54方で1980って安いよね。安いと思いますよ。88方で88方で4290円ですよ。そんな面白かった今言うでしょ。88方ってポーなのかな、これポーなんです。ポーかな、ポーかな、88ポーでしょ。ポーでしょ、そこじゃないんだよ。というわけで、ふれあいグループでしたね。はい、はい、ありがとうございます。さようなら。扱いがちょっとね。ね、はい、さあ最後ですね。はい、爪の軟骨エッシー情報です。はい、まあ、はい、先月やってなかったんで、うんうん、まあ、ざっとトピックを、ね、はい、言いますと、はい、まあ、新ユニフォームがねお披露目されて販売してますので、はい、欲しいなっていう方はぜひ、うん、ネットでね買っていただければ、うんうんうん、あとはね、風間彌弘監督が監督及びテクニカルディレクターに就任しましたね。やっぱ練習風景とか、はい、そのお客さんとかが見てやっぱね面白いなって言ってましたんで。あ、そうなんですね、はい、うんうんうん、まあ、そのどんな監督かっていうのは、はい、うちのね、うん、チャンネルでも動画出してますんで、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、そして昨シーズン途中から監督に就任した高木監督が、はい、ヘッドコーチに就任しましたね。お、はいはい、これやっぱりねいてもらわないといけないなと、はい、選手とのこのつながりが、はい、密にできてる方ですからね、はい、あとは稲本選手ですね、はいはいはい、選手兼コーチ就任ということで、はい、もうこちらはもう風間彌弘監督と、はい、過去指導されてます。チーム一緒でしたからね。そうなんですね、はい、はいはいはい、はい、なのでその風間イズムがちゃんと稲本選手にもありますし、うん、それをこう広めていくっていう部分ではコーチとしての役割も重大ですよね。はいはいはい、確かに。そして我らが下平拓海選手、はい、IT 国家試験、うん、基本情報技術試験に合格ということで、素晴らしいです。サッカー選手でもありながら、はい、こういったそのものにもちゃんと取り組んでるっていうね、うん、はい、これが次のステージに役立つ、うんそれを見据えてのことでしょうからね、うん、まあ、今でも使えるんでしょうけどもね、うんうんうん、素晴らしいですよね。すごいですね。そして、はい、昨シーズン前半森監督がいましたけども、うん、はい、南葛のアンダー18の監督に就任ということで、こちらもまたね風間さんイズムちゃんと思って、ね、継承してる方です。うん、下の代から楽しみですよね。すべてそのなんでしょう、やることというか、はい、コンセプトが確立されていってるので必ずや強くなると思いますね。すごいな。そして、はい、新規加入選手今年もご紹介したいと思います。はい、結構入ってきましたよ。すごいんですね。ね、うん、まあ、ちょっとプチ情報ある方もいらっしゃるのでそれも踏まえて、はい、やっていこうかなと、はい、まずは武田光希選手、はい、背番号40番ですね、うん、22歳ミッドフィルダー、お、東海学園大学、はい、そして背番号77番、お、那須仁佑選手、お、24歳、はい、ミッドフィルダー、これ FC 徳島から、あ、そうなんですね、いらっしゃいますね。へ、この方焼肉が好きということですね、うん、ね、東京にも焼肉ありますんで、はい、ぜひ、ね、そして34番、はい、石井寛人選手、はい、ね、27歳ディフェンダー、こちらブリオベッカ浦安から来てますね。はい、楽しみな選手ですね。うーん、好きな味噌汁の具が湯気ということで、お、具っていうのかな、湯気って何ですかね、種類、インスタント、朝揚げじゃなくてインスタントのじゃないんですか。そうだね、
普通だと豆腐とかさ、ああ確かに確かに、湯気って、うん、インスタント 具じゃないよ、具じゃないっすね。でも湯気の具が好きなんじゃないですか。そうだね、はい、ぜひぜひぜひそして30番、はい、エリック・ドス・サントス・クーニャ選手、おー、はい、22歳、はい、フォワード、うん、こちらはブラジルの選手ですね。そうなんですね、はい、へーへーへー、こちらもねデビもいますし、はい、ブラジル色がまたちょっと強くなってきて、うん、楽しみな選手ですよね。確かに、はい、そして25番、うん、宮原ひかる選手、はい、22歳ミッドフィルダー日本大学ですね、うん、そして24番田中大輝選手、はい、21歳ディフェンダー東院横浜大学、はい、この人は法学部法律学科らしいです、うーん、だったらしいです。へー、ね、すごいですね、うんうん、すごいですね。そして、うん、絶子圭介選手、お32番、22歳ディフェンダー、はい、この方は名古屋グランパスのアンダー18から東海学園大学に入ってきてますよね。そして南葛へというところですね。すごいな。そして、はい、9番、はい、王郷海夢選手、お、この方18歳のミッドフィルダ ー、 お、クラーク記念国際高等学校、うーん、10代か、この子、この方初めてですからね、この新規加入で18歳ですよ。高校からもうすぐに南葛に入られるわけですね。そう、しかも、風間監督が監修するね、はい、サッカースクールのトラウマトレーニング、はい、この提携で、うん、こう総務されたそのクラーク岐阜サッカー部の1期生、はい、生え抜きですよ、風間選手、風間監督のやっぱお眼鏡にかなった選手、そうなんですか、なんじゃないかなと思いますよね、はいはい、しかも9番ですよ、うん、9番って言ったらあの岡田選手の背番号、はい、裏筋によると、お、ね、そのすごい大きくなってる、王郷選手は、はい、自ら9番がいいと、うん、ことを言ったとか言わないとか、おー、どっちだろう、言ったんらしいよって聞きました、うん、9番って言ったらやっぱりストライカーの背番号なんで、うん、やっぱそのぐらいメンタルが強いと頼もしいですよね。俺は9番をつけるんだ、うん、ちょっと注目な選手ですよ。はい、そして28番、はい、神田浩樹選手、はい、22歳ミッドフィルダー、はい、東院横浜大学、はい、そして6番中村浩太選手、はい、22歳ミッドフィルダー、こちらも東院横浜大学、お、はい、そして20番金田圭人選手、はい、22歳フォワード、東京国際大学、お、はい、ね、20番って言ったらね、佐々木選手、うん、佐々木龍馬選手の背番号を継承するという。なるほど。で背番号だけ見ても、はい、お、あの選手の背番号を継承したんだっていうふうにきっとサポーターの方たちも感じてらっしゃるでしょうから、はい、それを十二分にプレッシャーと感じ、うん、活躍してほしいなと思いますよね。そうですね。そして、うん、金城アンドレ大輝選手、はい、22歳フォワード、東海学園大学、はい、99番、うん、ね、あの規定でね2桁まではいいらしいですよ。あ、そうなんですね。3桁ダメだって、そのギリギリを使ってくるあたりがね使ってくる、え、自分で決めるんですか、だじゃないと思うんだけどね、うん、この選手は187センチ、はい、高いよね、はい、なんとデビよりも1センチ高い、うわあ、うん、あ、そうなんですね。フォワードということなんで、はい、やっぱりセットプレーですとか、うん、さらに楽しみになってくるかなと、はい、うん、そして41番、はい、といえば、はい、聞き覚えのある背番号、うん、宮澤宏選手、はい、28歳ミッドフィルダー、ね、いやー、びっくりしましたよこのニュースは、ね、はい、南葛にいて、うん、一回対談して戻ってきて、はい、そうですね、まあ、ある意味武者修行に行ってたのかなという感じですよね、うん、1年でしたっけね、そうだね、1年ちょっとですね、うんうんうん、
まあ、またね、はい、帰ってきていただいたので、はい、新しいスキルを持って、はい、また得点を重ねてもらいたいなと思います。はい、そして2番長嶋武選手、はい、22歳ディフェンダー静岡産業大学、はい、そして42番加藤雅也選手、はい、22歳フォワード、うん、こちらも静岡産業大学、はい、結構あの南葛の選手で、はい、加藤という名前、うん、多いですよね。多いですね。多いというか、ね、伊吹選手もそうですね。確かに確かに、そうですね、毎年誰かしら加藤がいますよ、うん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 、これは、ね、何かのメッセージなのかな深読みしすぎじゃないですか。そうですか計15名ですかね、僕の知り得る情報、はい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 、裏筋からの情報網ですと、はい、言いただけになりましたけど、ねはいはい、なので、うん、この、ね、新規の選手はぜひ活躍して皆さんに名前を覚えてもらって、はい、どんどんね、うん、南葛を盛り上げて強くしていってほしいですよね、はい、あとはその南葛のね、うん、公式 YouTube チャンネルもちゃんとあるんですよね、はい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 、もちろん知ってる方は全然いると思いますけども、うん、あのその公式チャンネルも今年はどんどんなんでしょう、いろんな動画を上げていくというふうに裏筋から聞いてますので、はいはいはい、ドキュメンタリー的なものもあるかもしれないですし、なるほど、選手の特徴を介した動画も出てくるのかなと予測しておりますので、この、ね、南葛公式 YouTube チャンネルもぜひチェックしてもらいたいなと思います、はいはい、お願いします、はい、さようなり。早い早い早い、ね、終わりましたよ、はい、今日も颯爽と。そうですね、どうでした2ヶ月ぶりの、うん、いや声が出るか心配でしたけど全然大丈夫でした ね、まあしたね、はい、まあね、新店舗情報もそうですし、ぜひ、うん、重大発表もね、そうそう、重大発表が本当にびっくりしました。きっとね、重大発表飛ばした人いると思うん で、 そうです、今重大発表ぜひもう一回帰って見てもらいたいなといや、あの下さんが疲れ切った様をね、そうね、見るかもしれないし、そうですね、このイベントにはちょっと行ってみたいなと思ったんですけど、頑張って、うん、生きてまいろうと思います、今年も生きてまいろう、はい、ということで終わろう、はい、ね、はい、今年も始まったので、はい、ということでまた来月お会いしましょう、はい、それではさよなり。さよなら。何それ、非常口の看板のやつ駆け抜けるぞっていう意思か